やれやれまた平和に戻ったわ。めでたしめでたし。まあ魔女のね人生ってこんなんよ。時々ああいうねじいさんがねうわーって切り立ってがなり立ってくんの。ちょんね、いろいろフォローしてくださってるわ。フォローは本当に最近多いのよ。でちゅうかその皆さんの見てくださるペースもやたらねよいしょ増えててね。ね、なんか早いね、皆さん見てくださるペースがね、今までにね。このパク様様ね、な、パク俺様ねじゃん、じゃあな、俺様じゃないかな、うち、違う、うちじゃないかな、俺様系のキャラやってね、なんかね、日本中かね、特に大阪で、まあ、日本全部でそうかな、俺様系みたいな、笑われるタイプやね、パクはね、あれね。いや、本当にもう皆既印象やな、なんちゅうか、ほら、これパクやで、ね。これパクやね。このパク。このパク。もうこの。なんか3つ書いてる。しつこいでしょ。気持ち悪いでしょ。これがね、7月頭から今日は8月、8月28日待てよ。解禁っていうかもう全部についてるね。ほぼ全部。で、あいつが、パクが都合悪いのは全然コメントしてへんねん。だけど、その、あいつが都合いいのはね、ガンガンにコメントしてきよう。まあ、必ず1個してきようんで。それに反応したら、なんか、本題と思わせぶりなんだから。っていうか、最低なこと言ってきようね。もうとにかく、ね、低俗やね、パクの 言ってるコメントはね。でもね、パクは、うちの方が低俗ってどうしても主張したいらしいよ。こんなにも来て、あ、自由にやって。じゃあ反論したっけな。反論したらもう、生きりだってぐわーって来よるからな。怖いでしょ、あんなんがおるなんて。まあ野獣っていうか猛獣の SNS には猛獣がねおるってことやんか。だからじゃあ猛獣狩りの人もおるってことやし、心配せんでよ。猛獣退治のね名人がおるやんね、 SNS には。だからパクみたいな猛獣が襲いかかってきてもね、猛獣狩りですね頼んだらいいっちゅう、そういうなんか勝負も今後できたらね、もう大変やね、 SNS 会社も。じゃあもう弊社でちゃんとしますってね、 SNS 会社でちゃんとしよるやろね。そうだったらそうだった、猛獣 SNS に出没する猛獣ハンターなんか登場された日にはな、Facebook 社とかな、そんな会社でも面目丸つぶりやからな。しかもそいつらがめっちゃ稼いだりしたらな、これ西浦庭園なんかな、後ろに映ってんだな。これにはさすがにコメントしとらへんね。え、1ってついててやると思うやろ。うちのコメントでした。しかも地雷みたいな。地雷を仕掛けております。これを開いたらパク中ゾーンみたいな。